ほんわかしたいい夢見てるじゃないか、うん、そうですね、まつげ抜けなかったそうか、それはいいの、うん、私もでもなんかいいな、ちょっと夢コントロールできたらいいよね、 ねたまになんか冷めないでみたいな時あるじゃない、うん、ある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 、うん、なんかさ具体的になんか思い浮かべてるでしょ今なんかね、なんかあったんでしょ今、なんかあったと思うよ、なんか思い出せないのか、冷めないでみたいな時、そうそうそう、ありますよね、うん、私もなんかいろんなとこで話しましたけど、好きなアーティストさんの夢を見た時があって、あ、そうかそうか、あとちょっとで電話番号聞けたんですよ、0903ぐらいまで聞けたのに、そう、え、てか聞けたというか、あのコースターに書いてもらったんですよ、やだエロい、何それ、なんかバーみたいなところで偶然あったんですよ、やだ、でその時はあのファンを、うん、あの隠して、なんか、あ、なんか、あれですよね。有名なアーティストさんなんですよね。うん、みたいな感じで。本当はめっちゃテンパって、なんかもう、やったーみたいな、すごいテンション上がってたんだけど。うん、で、なんか、こう、じゃあって言って連絡先を交換できるかもしれないみたいな空気になった時にコースターに書いてもらったんだけど、うん、その時ばかりは私も夢だって分かったわけですよ。うん、いや、そんな、まさかね、偶然会えるなんてことはないと、うん、だからとにかくこの電話番号が本物かもしれないから、うん、せめてこの番号を夢が覚めても覚えるだけ覚えてられるだけ凝視しとこうと思ってうわーってみたんだけど、夢の中でも夢って気づいちゃうぐらい、そうでも頭しか覚えてなかった、マジか、3までか、だからコントロールして続きが見れたらよかったなって、うん、だね、はい、いいね、夢って楽しいね、はい、はい、ちょっとすいません白熱しました、はい、はい、っていう感じですね、すいません、あの今日は私たちの近況トークだけになっちゃうえ、本当に本当にごめんなさい、あ、ごめん、すいません。